こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はメルカリの使い方。メルカリ、何それっていうね、方もいらっしゃると思いますし、使ってる使ってるという方もいらっしゃると思います。メルカリというのはですね、スマホで配布してる、フリマアプリ、フリーマーケットのアプリですね。で、今、まあ、楽天も似たようなサービスがあったり、何社か、こういうサービスあるんですけど、まあ、このスマホのフリマアプリだと、メルカリが圧倒的に人気があるというサービスになってます。で、以前から会員さんのね、仕入れでメルカリ使ってますという話は聞いたことあったんですけど、最近何件か問い合わせいただいたんで、調べてみるとですね、とりあえず、やっといて損はないというサービスなようです。この手のサービスは使えるサービスとね、使えないサービスが極端に分かれますけど、どうやらメルカリは今のところ使えるサービス。で、特にね、お金は、販売して落札された時の10%以外何もかからないんで、使っとくに越したことないというふうに思います。で、メルカリを使って稼げるか。ね、これでスマホにうまく対応していて、で、ある程度商品ね、Amazon 室なんかである程度商品見つけた人は、メルカリを組み合わせるとですね、かなり効率よく稼げる可能性が高いです。その理由はですね、スマホ専用なんで、がっつりビジネスをするライバーズがいないと。これが一番大きいですね。メルカリでガンガン稼いでますと。ね、月商2000万です。あんま聞いたことないですね。で、出品してる様子を見ても、その何百万とか1000万とかやる人が、出品してる場所じゃないと。出品はしてこないだろうと思われます。だから、副業で稼ぐんであればですね、うまく商品の属性を合わせて、メルカリで売れるような商品が、自分の興味のある商品と重なってれば、これはもしかしたらですね、今一番稼ぎやすいという可能性もあります。ただ、トラブルも多いです。ね、これ、勢いよく増えてるんで、トラブルもあると。なぜかというと、そのビジネスをがっつりやってる人じゃないんでですね、みんながみんなマイルールでやってる。ね、そんなわけで、トラブルも多いです。ただね、これAmazon 輸出やってると、あまりね、購入者とのやり取りってないんで、感じませんけど、eBay なんかやってればですね、商習慣が違くて、トラブルというか、びっくりすることは日常茶飯事です。そういう練習の意味でもメルカリいいんじゃないのかなというふうに思います。メルカリやってる人ね、売買したらビジネスなんだからなんていうね、もしもおじさんくさい説教したら、はてという感じですよね。ビジネスじゃなくて別にフリマとか遊び感覚で取引してる人が、大部分だと思います。それが悪いとか、そういうことじゃなくてですね、それがまたメルカリの良さなのかなという気がします。ただ、トラブルね、ある程度どんなトラブルやか、調べた範囲で、そういうのあるだろうなと。あるいは、典型的なトラブルそうだねっていうのがあったのは、まず出品する際はですね、こっちがしっかりしてれば大したトラブルにはならないです。ただ、ね、売れたのになかなか入金されないというのは結構多いみたいです。これね、ヤフオクなんかだとね、入金素早い人が多いんですけど、eBay なんかだとね、1週間10日入金されないの、ほっとくと入金されないのは当たり前なんで、そういった意味じゃeBay と比べたら普通かなという感じがします。あとね、出品してる商品ね、1000円で出してるのに200円にしてくれとか、100円にしてくれとか、そういうね、ふざけた値引き交渉してきますとか言ってる人いますけど、それもヤフオクでね、中国とかインド人の差し値っていうのは、ヤフオクじゃなくて eBay ですね。eBay で中国とかインド人の差し値っていうのはそんなもんなんで、いきなり eBay とかに進むよりも、もしかしたらメルカリを1個かました方がですね、日本語なだけに、いいのかなという気さえしてきました。トラブルのことを調べてたらですね、これeBay でいきなりトラブルよりも、メルカリでトラブった方が日本語な分だけ対応しやすくて、ワンクッションを受けていいかなと、ね、トラブルを経験する意味でもメルカリいいのかなというふうに思いました。で、売るのに比べてね、買う側にとったトラブルは結構あります。発送遅い。ね、これメルカリ発送遅いのが多いみたいですね。入金後1週間経っても発送しないことも普通にあります。
これもでも実は eBay だと当たり前ですね。お金払っても言ったの言わなきゃ発送しないとかね。言ってもね、お腹が痛くなっていけなかったとか、お母さんが急病だとか、おじさん死んじゃったとかね。まあそんなんで1ヶ月送らないと、その間頑張って仕入れてるとかいうのはザラにあります。だから、まあこれもいい eBay の練習になるのかなと。だけど買うときね、期限のあるものとか買うのはこういうことがあるんで危険です。それとね、割と、まあ、商習慣、商取引とかしたことない人が、ね、もっと言うと、中学生とかが、普通に取引参加してます。スマホ持ってる中学生とかね、下手すりゃ小学生が参加してます。だからね、売れたものをね、いきなり封筒に入れて送ってくると。ね、落としは壊れるものを封筒に入れてそのまま送ってくるとか、いうのがあります。eBay でもこれよくありますね。何の梱包もなしとね、パソコン、緩衝材もなしに入れて送ってくるとかね。割と高い、ね、ぬいぐるみ買ったのにね、食べ終わったポテトチップの袋の中に入れてくるとか、そういう面白いね、送り方する人もいます。まあ、そこまで極端なケースじゃなくて、まあ、それに近い体験ができると。本当 eBay のね、シミュレーションというか、柔らかい版としては、メルカリの取引ってのはいいのかなと思いました。で、手数料これ出品無料ですね。で、落札は10%。だから、不用品の出品はですね、どんどんやってみた方がいいです。でね、出品までここで書いちゃうとあれなんで、また別な質問あれば出品のコツなんかもお話しますけど、出品は無料と。落とされなきゃ出品料はかかりません。で、それからね、評価が良い悪いっていうのも、落札のされやすさには関係ありますけど、出品された順にただ並ぶだけなんで、とりあえずね、手間を惜しまずバンバン出してれば、売れると。で、落札率も、値段さえまともなら結構いいようです。それから発送の際ね、メルカリ専用の発送サービスがあります。で、これ特徴はですね、全国一律っていうのが割とあるんで、関東の人、東京の人が関東圏に送るとかね、大阪の人が関西圏に送るとかって場合には、メルカリ専用の恩恵はあんまりないんですけど、北海道の人が沖縄に送るとかね、東京の人が、北海道に送るとか、九州に送るって時には、結構な割引率になったりするんで、その安いものをね、送料を抑えて売るっていうの意味でも結構いいかなと思います。で、メルカリってのはですね、オークションじゃないです。で、値段を決めて出して、差し値が入ると。ね。これはもう全くフリマですね。みんな好き勝手な値段をつけて、で、見た人は見た人でまた差し値を好き勝手に入れると。で、取引がまとまったら売る。高いものをね、高く買えば取引がまとまると決まってるわけでもないし、下手すらね、1万円のものをね、2000円って言っても、まあ、それが本来5000円で売れるもんでも、その言い方とかね、今までの取引具合によっちゃ買える可能性があるっていうのが、フリマの面白さなんで、そういうのも、メルカリには一部あるようだなというのが見受けられます。メルカリが売れるか、ね、ということなんですけど、これ、売れます。売れる商品と売れない商品があります。で、スマホを使ったシステムなんで、スマホを使わない客層が買うものは売れないですね。例えば、高級ワインのロマネコンティは、まず売れないです。売れるでしょうけど、高くは売れないですね。それからアンティーク家具とかね、高級ブランド家具、ルイ・ヴィトン、エルメス、ロレックスなんかのハイブランド品も売れるか売れない、売れないか、売れても安い金額か売れないと。ただ、出品者と購入希望者の比率で言うと、出品者がね、少ないっていうのがメルカリの特徴です。だからね、売れるものは本当に売れると。で、この今言ったね、高級ブランド品もいきなりは売れないですけど、やり方によっちゃ、高く売れる可能性があるというのがね、メルカリの、まあ、面白さかなという気がします。で、メルカリで稼ぐ方法ですけど、これ販売の方はですね、まず、メルカリの特徴として、スマホでしか使えないと。ね。だから、スマホ使えない人に売るのはもう無理です。それから、出品された順に商品が並ぶ。それから、やり取りが多くて、リピート取引も多いと。で、これらを考えると、リストを取ってリピート販売で儲けるという、まあ、商売の王道で行くのが一番ですね。eBay や、勢いがあった頃のヤフオクやモバオクで儲ける王道のテクニック。まあ今ね、ヤフオクとかモバオクとか楽天じゃね、このやり方は通用しないですけど、eBay は相変わらずこの、まずは、
何かを売って満足してもらって、違うものをどんどん売っていくというのが基本です。その基本通りの取引をしていくのにですね、日本語で取引できて、出品手数料も変わらないと。で、割と市場の需給状態もいいって形なんで、例えば月100万儲けたいですって言われたら、今すでにね、10万以上儲けてんだったらメルカリは進めないです。ただ、まだ10万儲けたことないんであれば、メルカリを中心に組み立てるとね、もしかしたら1万10万を、達成するの早いかなと、ね、いう気がします。で、仕入れ編、ね、仕入れはもうこれね、ビジネスでやってる人少ないんで、本当に商品説明が下手くそな人とか、写真がろくでもない人とかいます。まあそういう商品を狙うとすごい安い仕入れも可能です。あとね、値段が高くつけすぎてる商品でも売らなきゃいけないというのはね、逆に安く買えるチャンスがあります。これね、難しいところで分かりにくいんですけど、何しろ安く仕入れる可能性も高いです。で、この辺の商売の勘どころが分かる、指し値のやり方が分かってる人にとっては、結構仕入れしやすい市場なのかなという気がします。で、これらのことはね、もちろん、どんどんサポートさせていただきますんで、スマホは持ってると。まあ皆さん持ってると思うんですけどね。まあスマホで出品とかね、文章を打ち込むとか、そういうのはね、苦にならない方は、まずアプリを入手してですね、どんなところか見てみてください。で、ものによってはね、読んですぐの雑誌とかはまず、メルカリで売るのが一番、高く売れるかなと。で、それから日本の FBA に入れてる商品ですね、とりあえずメルカリも併用して出すと売れるかなと。まずそんなあたりから使うといいかな。今までね、すごい、大したことないだろうと思ったんですけど、いい意味で予想を裏切ってですね、結構伸びてきて、面白そうなサービスになってるんで、まあ一度メルカリですね、使ってみて、メルカリを使って今の、収益、ね、Amazon の人だけでやるのと比べて、儲けやすくできないか。ほとんどの場合儲けやすくできます。ですんで、メルカリ、興味ある方は、そして嫌でない方は、まずどんなもんか、アプリを入手して覗いてみてはいかがでしょうか。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。